それでは明日作戦を開始する。各隊員は3人でチームを組んで索敵および撃退を行ってくれ。やあリリー、同じチームだな。ああどうもジミーさん、私と組まされるなんて不幸な人ですね。不幸？なぜだ？ご存知ありません？私疫病神って呼ばれてるんですよ。今回の作戦でもどんな悪いことが起きることやら。あ、東の空にカラスの大群が飛んでいますね。早速不吉です。疫病神か。人の身で神を名乗るとは大それたやつだ。逆に心強いよ。さてチームは3人のはずだよな。もう一人は運がいいな貴様ら、この俺とチームを組めるとは。ああこんにちはトーマス・ケビンさん。トーマスか、その名は捨てた。今の俺はオーディン、戦の神オーディンだ。疫病神の次は戦の神か。同じ神同士仲良くできそうだな、リリー。あれと一緒にされるのはちょっと。あれって言うな、失礼なやつだな。まあまあトーマス、あいやオーディン、俺たちは今からチームだ。仲良くしよう。クロード隊長もいいメンバーを選んでくれた。俺たちで作戦に当たればきっと楽勝だな。ならいいですけどね。明日の作戦が終わったら一杯やろうぜ。いい店を知ってるんだ。まあいいだろう、俺と飲めることを誇りに思いたまえ。さて今日はいよいよ作戦開始ですね。おや、どうしたんですかトーマスさん、まだ戦場についてもないのに顔色が悪いですよ。俺はオーディンだ。どうしたもこうしたもない。さっきジミーが運搬車で弾薬を運んでいたが、なぜかブレーキが故障してたんだ。危うく。トーマスさん、そうやって巣に戻れば結構普通の人なんですね。あ、俺の普及の脳細胞はいかなる状況でも動揺せず、常に冷酷でかつ的確な答えを出す。いやーさっきは驚かせて悪かったなオーディン。うるさい、俺は驚いていない。今日は朝からやけに不運が続いてな。家族の写真を入れた写真立てが倒れるわ。新品にしたはずの靴紐がまた切れるわ。奇遇ですね。私も今日は朝から不吉でしたよ。いい正体が帝国軍に全滅させられる悪夢を見ちゃいました。おい、もしや俺たち今日の任務で死ぬんじゃなかろうか。バカを言うな、俺はこんなところでは絶対に死ねない。何やら強い意志を感じますね。実は俺もうすぐパパになるんだ。子供が生まれるんだよ。早く戦争を終わらせて平和な世界を見せてあげたい。俺はそのために舞台に入ったんだ。絶対に生きて家族の元へ帰らなきゃな。不思議ですね。今の話を聞いたらますます生きて帰れる気がしなくなりました。どうなることやら。なんだ、野良犬か何かじゃないか。ちょっと様子を見てくれ。待て、もし敵だったら。なに、すぐ戻る。こんなところに敵がいるわけないさ。
に囲まれてしまったか。だがここで諦めるわけには。増援が来た上に逃げ道なしですか。よくもまあここまで不幸になれるものですね。リリー、どうして来たんだ。こちらの方がより面白い不幸を体験できそうでしたので。まったく仲間か。だが一人増えたところで状況は変わらねえ。地獄を見せてやる。すみませんね、ジミーさん。地獄へのお供が私なんかで。いや、十分心強い。オーディ、お前まで。今なら逃げられそうだ。リリー、オーディ、走れ。くそ、逃がすな。おえで、偵察兵が雄たけびを上げながら突撃してこないでくださいよ。な、貴様、せっかく助けてやったのに。だって一歩間違えば全滅するところでしたよ、オーディンさん。だから俺の名前はオーディ。あれ、まあ暴挙ではありましたけど、かっこよかったです。ああ、命がけで戦いを挑む姿、勇敢だったぞ。さすがは戦の神だな。いや、今のはつい反射的に言ったが、俺は戦の神とかそういうんじゃない。俺はお前らに比べて本当はずっと臆病で。だが今助けに来てくれたのは事実じゃないか。今は臆病者だとしても、これからは勇敢に戦っていけばいい。そうすればいつか本物の戦の神になれるんじゃないですかね。ジミー、リリー。だがひとまず今日の戦いはここまでだ。走っている間に敵も引き離せたようだしな。今のうちに基地へ戻ろう。やった、基地が見えてきたぞ。リリー、ジミー、そっちは大丈夫か。あまり大丈夫ではありませんね。くそ、ドジっちまったぜ。ジミー、そんな撃たれたのか。ちょっと流れ玉が。だが心配するなって、俺は死なない。妻と子供が待つ家に帰るんだ。少し休めば元気にな。ダメだ、ジミー、おい、目を開けろ、死ぬな、ジミー。いやー、危なかったな。今回はさすがの俺ももうダメかと思ったが、弾が急所から数センチずれたおかげで致命傷にはならなかったそうだ。ああ、そう。ジミーさんって一周回って運がいいのかもしれませんね。だな、必死になった俺がバカみたいじゃないか。それにしても今回のことで気づいたが、俺たちなかなかいいチームなんじゃないか。群れるのは性に合わん。オーディンはこれからも一人戦場を求めさまようのが定めだ。
この後に及んでまだそのキャラで行くんですね。ですが、私もお二人を気に入りました。これからも仲良くしてくださいね。そういえば、私も今回のことで気づいたことがあるんです。私、自分の不幸を呼ぶ体質にある種の自信がありましたし、ジミーさんも相当なものだと思いましたが、私たちに好かれたオーディンさんが実は一番不幸なのかもしれませんね。な、心配するな。どんな不幸があろうと、俺が必ずお前たちを守る。そんなに気合い入れなくても大丈夫ですよ。次もきっと戦の神が力を貸してくれますねえ、オーディンさん。ああ、うるさいうるさい。お前らと組むのなんて二度とごめんだ。